おはようございます。おはようございます。はい、どうぞ進めてください。ありがとうございます。今日は会議があります。私は議論する EMF イベントです。始めましょう。はいはい。私たちの会社は EMF イベントの財務を世話すると信頼できる。まゆさん、もう準備は終わったの？はい、はじめは私の予定と EMF クライアントのスケジュールは10月に12日から10月24日までです。今日スタッフはスケジュールを発表お願いします。はい、どうぞ。おはようございます。はい、これは EMF クライアントのスケジュールです。10月22日クリスティンさんはフォーシーズンホテルに行きます。クリスティンさんの出発は午後5時のホテルに行きます。ちょっと待って、何で行きますか？ネアパの車です。ヌサドゥアからウブルまで車でどのぐらいかかりますか？2時間ぐらいかかります。じゃあ、みんなにメールは？うん、センス出しといたからそろそろ返事が来ると思うけど。デサさん、クリスティンさんは何時に寝ましたか？11時半に寝ました。クリスティンさんは午前6時に寝ます。午前7時に朝ごはんを食べて、それからクリスティンさんとプリルキさんウブの美術館に行きます。ホテルから美術館までどのくらいですか？100キロくらいです。ああ、そうですか。そこにクリスティンさんは何を知っているのですか？会議です。そうですか。それから午前11時、クリスティンさんはチェキンタラサリンに行きます。クリスティンさんは午後1時半に昼ご飯を食べます。チェキンタラサリンはどんなところですか？チェキンは広い、全然高いです。じゃあ、その後は？はい、それから午後2時、クリスティンさんはゲウェカに行きます。それから午後6時、クリスティンさんはゲウェカでケチャデンソを見ます。それから午後9時、クリスティンさんはホテルウェスティンに行きます。10月24日、午前6時から7時、クリスティンさんはヨガとウェスティンホテルに行きます。それからクリスティンさんはムラライ空港に行きます。はい、これで以上です。どなたがヨガに行きますか？アンジェスマラさんです。料金はいくらですか？100万ルピアです。ああ、安いです。あ、質問はありますか？いえ、ありません。はい、わかりますか？いえ、わかりません。すぐに昼ご飯の時間。昼ご飯も食べましたか？いえ。昼ご飯を覚えましょう。ありがとうございます。ありがとうございます。